それではすみません、第一の陣3組目はこの方々、名古屋のブラシ武将隊。名古屋の武将全国に伝えるため、名古屋にゆかりのある武将6人、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、加藤清正、前田利家、前田慶次と4人の陣が伝えて結成。名古屋城での演武などのおもてなしの活動を中心に、テレビ、雑誌、イベントなどさまざまな分野で活動し、迫力の演武と男気あふれる振る舞いで一躍大人気に。その活動は多岐にわたり、 CD デビューや単独舞台公演なども開催。また今年2月に行われた全国の武将隊の中から演武を競う大会、全国武将隊天下一決定戦演では見事優勝を果たされた。そんな彼らがご登場。今日は一体どの武将が来ていただいているのでしょうか。それでは行きましょう。名古屋おもてなし武将隊の皆様です。
神は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ。故に方々は蘇る。戦場にございまする。ここは桶狭間。違います。ここは三方ヶ原。違います。平次郎。ここは長城か。違います。ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。日の本の国平成の世も合戦場にございます。であるか。皆者切陣じゃ。おー竜を背に梅を心に、この道ゆまで歌舞いたるがや、前田利家。1575年、武田軍は失った領地である。
三河の最小枠を目指す。そして三河国長篠城をめぐり、織田徳川連合軍3万8000と武田軍1万5000とが激突する、俗に言う長篠の戦いの開戦である。長篠の戦い、前田慶次の巻。前田慶次様、都市の戦いの時代から前田家を出奔、流浪の身となっております。そんな慶次様を支えたのが実の父である滝川正幸様でございます。慶次様は滝川家のため命を懸けて長篠の戦いに参戦いたしました。何を苛立っておる？苛立ってのおらん。間もなく戦は決着がつく。おしきだけには助けようともなかった。そこまで言われると気分が悪いな。いい加減にその短気な性格直したらどうじゃ。わしを拾ってくれたのに報いることができなんだ。これから返せばええではないか。おじき、わしを殴れ。殴ってくれ。何を言っておるんだ。弱いわしを殴れ。お前は強い。わしは強くない。弱い、弱すぎる。強くなれ。まだ戦は続く。夢があるのであろう。お前の夢を言ってみろ。言ってみろ。じゃあ何だ。みんな幸せに楽しく生きてほしい。それが私の夢じゃ。帰りたくなったらいつでも帰ってこい。わしは強くなる。絶対に強くなる。夢叶えてやる。おじき、待っておれ。状態はこの現世によみがえりし以上、皆々寄り添って生きていきたいと考えている。それこそが源内演武の心じゃ。共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈っておる。皆の者、負けるでないぞ。勝利の舞い舞い勝ち時をあげよう。は、名古屋とここに集まりし皆々様の明るい未来を願って立ち退きじゃ。おれえいえいおえいえいおえいえいお。我らはここによみがえる。我らはこの時代を生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここによみがえる。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋表立ち武将隊、参り。
ます。間違い。気持ちがいい。もうクーラーの風が本当に心地よくて。空調バッチリでございますからね。バッチリじゃない、さすがセントレア。さあ、そんな中、昨日もセントレア出演場所にございまして、おお、あったな。名古屋の皆様にも来ていただきまして、急遽、どう？そのなこ、お、昨日来られる？そうなんじゃ。予定でございましたけど。親方様は確か鳥が務めたいということで、そうじゃそうじゃそうじゃ。おおおお。で、明智の三つ秀の方かな。明智のみっちゃんどうだったの？どうだったけど。ええ。やられた。やられた。あいつに。やられました。で、一日に蘇られてます。あれ、生きて帰ってきたぞ。みんな心優しいですね、生きてからね。そうじゃ。いや、でもその代わりでですね、来られた清正公が昨日はもう一人大盤振る舞いでしたよ。もうずっとマイクこうやって持ってましたからね。あえて持たせないか。そんな中に今日2日目の名古屋の皆様でございますけども、先ほどから共通して伺っているのが、地元のですね、通なあるある。通なあるある、はい、通なあるある。こう、名古屋城といえばもう皆さんね、本丸御殿も今年一部開催公開になったということで、まあ、来場者の方も多いという、ほぼほぼの皆さん行かれてると思うんですが、ここは見てないだろう、まあ、知らないだろうっていうような。なるほど。私一つも二つも三つもあるよ。一つも一つお願いします。時間もすごいです。一つ、名古屋城なあ、名古屋城、あの徳川家康が作った名古屋城。しかしながらあれは名古屋城の前に旧名古屋城の存在しましたが、うん、一つ知らなかったな、みんなな。知らなかった、みんなは知らなかった。知らなかった。二の丸広場、二の丸庭園の横、間、二の丸広場と二の丸庭園の間に石垣がこうちょろっとあるんだよな。それが旧名古屋城、そこをわしが2歳から19年間住んどった場所。そしてこの又座や、それが利家、それからさ、あ、利家、何て言うの、二人、二人いらっしゃいますね。勝手に分割されて双子が生まれました。又座と両方ありがとうございます。そう、それから次郎三郎、まだ熱が下がったらとかもね、冷静になるとか。冷静になるとか、動いたばかりで。そうじゃそうじゃ、わしと秀吉とかもあるとこですか。僕はその3人と出会った場所な、あの懐で、まあ、あの通りを歩くためのだっていうところもその辺りであるということで、一度見てほしいということなんじゃ。旧名古屋城の後ということでございますね。はい、そちらをぜひともご覧になっていただきたいと思います。まだあの熱も冷めやらぬ野村子でございますけども、一言締めのお言葉をいただけたら。我ら名古屋元吉武将隊は、あ、天下富舞のために日々精進してまいる。そのためには吉川の力が必要なんじゃ。これからも我ら名古屋元吉武将隊よろしく頼む。ということで、名古屋元吉武将隊の皆様でございました。ありがとうございました。また会おう。